新春総額1000万円プレゼントクイズペリシモベスト10。ペリシモがお送りします。これ全国の皆様ご参加のクイズ番組、本日5日目最終日でございます。来ましたか、最終日。ご覧になられている皆様すべてに総額1000万円分のペリシモ商品のプレゼント、そのチャンスがありますんでね、最後まで見逃さないようにお願いしますね。それでは昨日のクイズの答え合わせ参りましょう。 VTR です、どうぞ。ペリシモの蛇口カバー、巻くだけじゃないある特徴、正解は C の棒状になる。棒状になることで水が溜まりがちなシンクの後ろ部分をきれいに保つのにも役立ちます。これらの生活雑貨は毎日ちょこっとの家事という提案で作られた商品です。正解は B の予防。一緒に洗うだけで洗濯槽がきれいになるクリーナー、その秘密の魚介類、正解は C のホタテ。正解者の中から400名の方におよそ4000円分相当の家事グッズ人気ベスト5詰め合わせのプレゼントを行います。さあ皆さん、昨日のクイズいかがでしたでしょうかね。さあ本日もですね、視聴者の皆さんに向けてのクイズが出されます。で、正解者にはそのクイズにまつわる商品がもらえるチャンスがありますので頑張ってください。本日のテーマはこちらでございます。ペリシモ社員に聞きました個人的イチオシ商品。全く、だってめっちゃありますからね。クイズ正解した方の中から500名の方にマスク詰め合わせをプレゼントします。すごい、最後にしてすごい数来ましたね。そうなんです、毎回数がめちゃめちゃ多いという。すごい、若干ちょっと麻痺してきました。それでは早速 VTR 参りましょう、はい、クイズペリシモベスト10。第10位、今やおしゃれアイテム、気分ルンルン褒められ。個性を出すファッションアイテムの一つとなったマスク、白いだけでは物足りません。ペリシモのマスクは一味違いますよ。これ急に来ました。いつでも清潔、使い捨てマスクに模様を施した不織布マスクなんです。模様って何？マスクの描いてるのがある。かわいい。2017年の12月に発売した商品で、不織布の使い捨てマスクなのに柄が入っていることが珍しいのと、こちらのマスクはこれまでに50種類以上もの柄が作られました。どの柄も派手すぎずつけやすいとペリシモのスタッフにも人気のアイテムです。耳が痛くならないように紐がループ状になっていて使い心地がいいのも一押しの理由なんやで。保湿は絶対こっちの方がいいのよね、使い捨てマスク。耳が痛くならないんだっていいな。第9位は社長も一票、おしゃれ。それがこちら、サニークラウズのパジャマがランクイン。ここで高木さんにクイズ。サニークラウズのこのパジャマの柄にはある特徴が、それは一体何でしょう。社長の集めている。正解は歴代のパジャマをそのまま柄にしているでした。時間切れ。サニークラウズを立ち上げた時からパジャマには力を入れて作ってるねんて。これはな、今まで作ってきたパジャマを柄にプリントしたユニークなデザインにして、オリジナルの二重織り生地で着心地の良さとガンガン洗える丈夫さが好評なんやで。本当に着心地がいいですこのパジャマ。続いて第8位は、一つで5役、使い勝手抜群アイテム。日本でもすっかり定着した DIY ですが、女子 DIY 界の先駆けでもあるフェリシモ女子 DIY 部が作った女子目線の商品がランクイン。それがこちら、一つで5役と使い勝手もいい、これさえあればのプチドラセット。あ、これはすごいですね。まず見た目が可愛いよな。ほんでドライバーの部分は中に収納できるね。コンパクトやから引き出しに入れててもごちゃごちゃせえへんねん。これは便利。
今回はそのセットしているドライバーの一つがあのマルチドライバーって言ってるんですけれども、どれが合うかわからないみたいなのがあの皆さんお悩みとしてお持ちかなと思うんですけど、その一つで大体日本にあるこのプラスネジが回せるっていうものになってるんですね。合わないとイライラするのよね。これすごい簡単だ。これ多分差し込むだけでいいんで、確かにこれで回してみたいと思います。すごいちっちゃいネジなんだけど、一番大きいやつでいったんですね。そう、一番大きいやつ、あ、すごい楽に回せる。いきなりチャレンジングなところしましたね。スルッと取れた。これ大きいからはまらないのかなと思ったら、めんどくさいんだよね、はまんないと。ネジ頭がちょっとどんどんなくなっちゃう。そう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 。それでは視聴者の皆様にクイズです。フェリシモ女子 DIY 部の新商品、テープにくっつきにくいプレミアムハサミですが、その秘密はですね、実はあのカットに、まあ、最適な角度にこう刃をキープできるからなんですけどね、はい、その角度は一体何度でしょうかという。何度かな、全然ピンとこないな。 A が30度、はい、B が45度、で C が60度ということで、刻みますね、すごい。こちらのクイズは今ご覧の皆さん、参加者でありますので、この答えをメモしていただいて、で番組終了後にフェリシモの公式サイト、回答フォームからご回答をお願いします。で正解者の中から500名様にそのマスクの詰め合わせがプレゼントされますので、回答期限は明日10日の21時までやで。番組の最後には詳しい回答方法の説明があるから最後まで見ててな。さあ、それでは続いて第7位参りましょう。クイズフェリシモベスト10。第7位はまるで宝石箱500色のユニーク、それがこちら。見ているだけでも美しい500色の色鉛筆。素晴らしい。持ってるよ。そうなんですか。かかってる。その魅力をたっぷり伝えてくれるのはフェリシモ矢崎和彦社長。そもそもは色がいっぱいあるのが僕は大好きなんです。大人になってなんか何でも作れるぞってなった時に、色数がいっぱいある色鉛筆を作ってみたくなって作ったのが始まりです。ほんでな、一ケースに入っている20色はファン、アーバン、パーティーとか25のテーマになってんねん。見た目だけで個性的な組み合わせなんやで。けど500色もあったらどんな名前ついてるんやろう。色の名前一つとってもそこからこうほとばしってくる、なんか情景とかね、情感とかみたいなこともちゃんとお伝えしたくて、僕すごい面白いなと思ったニューバイクっていうのがあって、新しいバイ、あの自転車で、それがね、あの赤い綺麗な色なんですけど、その他にも甘く濃厚な香りで魅了する誘惑のマンゴー色や朝食のフレッシュリーフサラダ色など、ユニークなネーミングが特徴。それでは玉岡さんにクイズ。気分をテーマにしたこの色は何という名前でしょうか。もうヘトヘト、今はこのまま眠りたい。正解は、もうヘトヘト、今はこのままそっとしといてほしい色でした。さらに社長が語るこの色鉛筆の魅力が、子供とか使わせるとなんか好きな色ばっか使うんじゃないですか。同じように並べていても、A 君 B 君 C ちゃん全部波形が違うはずですよ。それがその子の個性だし歴史だから、その人にしか作れないです。 ある意味色鉛筆を使った作品が別途できるみたいな使い方もできるので、これ語りだしたら朝まででも話できますぐらい、はい、大好きなんです。うちはピンク系赤系がもうヘッドちぎちゃってね、そのため削るからね、一つのなんて言うんでしょう、タペストリーみたいになっちゃってるからね。この、思いが詰まった色鉛筆、スタジオの皆様もお試しください。握りやすい、しかも滑らか、めっちゃ滑らかです。めっちゃ気持ちいい。この1本でも強く描くのと薄く描くのでもまた違うんですよ。確かに、本当だ。ところで皆さんが使っているのは一体何色？リサちゃんね、これは森のビール祭りの歌声。すごいね、みんな
そうですよね。そうかそうか。風見さんいきましょうね、はい、挑発的な赤いリコリスキャンディ色でございます。キャンディ色なんだ。キャンディ色なんだ。キャンディ色挑発的なね。挑発的な。でもキャンディなんだ。玉岡さん、はい、辛いが甘いエンチラーダの色ということで、あのエンチラーダってメキシコ料理のお名前ですよね。あ、メキシコ。あの辛くて甘いなみたいな、ね、そんな色。奥山さんでございます、はい、そっと身を委ねたい。わー、サンゴの森の奥の方抽象的森の方。こうやって言いながらお話してるの楽しいですよね。面白いね、色物語さよ。さあ、それでは続いて6位参りたいと思います。クイズペリシモベスト10。第6位は隙間にフィット服型お掃除グッズ。気づかぬふりをするしかなかった隙間の汚れを見逃さないこちらの商品がランクイン。ここで奥山さんにクイズ、はい、このお掃除グッズはある形をしているのが細かい隙間にも入る秘密なんですが、それは何型でしょうか。黄色だから、お月様とかなんじゃない。キュッと入る。近い。正解は星型やね。あ、星型。ちょっと違ったか。星型なら水道の細い溝はもちろん、蛇口の溝やコンロの周りにもぴったり。キッチン以外でもリモコンやキーボードの隙間とか窓のサッシだってスーッとお掃除楽々やで。あ、諦めてるところ、ね、なるほど。第5位は初心者にもぴったり即完成。家事や育児、お仕事の事情でネイルをなかなかできない方必見。簡単かつわずかな時間で指先にアートを施せるネイルシールシリーズ、はい、確かにこれ素晴らしかった。ウィーンを代表とする画家グスタフ・クリムトの黄金様式時代の作品を中心にイメージした装飾性豊かなデザイン。こちらはイギリスの風景画家ウィリアム・ターナーの神秘的な光に包まれた自然風景のきらめき感のあるデザイン。さらに印象派を代表するフランスの画家クロード・モネの淡く柔らかな色使いと空気感を出したデザイン。でも自分でやるのって難しいんちゃうん。とっても簡単で、もう貼るだけで出来上がるので、あの初心者の方もすぐに使っていただけると思います。私はずっとサロンに通っていたんですけれども、あのステイホーム期間中などなかなかお出かけがしづらくって、それであのネイルシールを使うようになりました。うん、僕ね、これもう皆さんね、そうやられるでしょ普段ね、はい、やったことないですよ私が指先不器用代表でちょっと一枚だけ貼ってみますよ、じゃあ。やるんですか、これね、私ね、やってますよ、これ。貼ってみますけどもね。これでいいのかな、こうでしょ。ほら、指先に。もうできたんですか。ミュージアムでございます。早い。すぐできる。なんか、すごい、あの、説得力ありました。誰でもできちゃう。これ、僕でもできるんですよ。さあ、それでは、続いて第4位参りましょうかね。はい。では参ります。クイズ、フェリシモ、ベスト10。好きだね。第4位は世界の柄を施した上品ワンピース。フランスミヌーズ染色美術館は染色の宝庫とも言われ、18から19世紀を中心とした世界各地の膨大な染色資料が収められています。その数多くある柄の中から厳選したテキスタイルのヴィンテージ柄をプリントで再現しワンピースにしているんです。選んだ柄をプリントに起こすのに何度も試行錯誤を繰り返し、出来上がった品はどの世代の方にもマッチしやすく上品な雰囲気をアシストしてくれます。社員おすすめ商品とあって社内を見渡すと、このワンピースを着ている社員の方があちこちに。ここでいきなりやけど、ミュルーズワンピファッションショー。
問で視聴者の皆様にクイズもあるで。染色の宝庫とも言われているミルーズ染色美術館に収蔵されているテキスタイル、その総数は何点でしょうか。 A およそ6万点、 B およそ60万点、 C およそ600万点。こちらの問題は今ご覧の皆様が参加者でありますから、はいはい、この答えをメモしておいて、そして番組資料後にフェリシモの公式サイトの回答フォームからご回答をお願いいたします、うん、で正解者の中から500名様にマスクの詰め合わせのプレゼントがございます。本当にいいと思います。回答期限は明日10日の21時までやで。番組の最後には詳しい回答方法の説明があるから最後まで見ててな。さあそれでは続きまして参りましょう。第3位に参ります。クイズフェリシモベスト10。第3位は裏地に秘密のとにかく暖かいパンツ。今年もこの季節がやってきた。フェリシモの裏ボアパンツ、裏地にボアで暖かい、でもすっきり決まっちゃうんだよね。裏ボアパンツフェリシモ大ヒット商品、裏ボアパンツ。見た目は普通のデニムやけど、このパンツの秘密は裏地のボア素材。愛されて10年以上で、シリーズ売り上げは累計37万本以上なんやって。愛されてるな。ボアがやっぱり肌に密着してて、もうずっと毛布を着てるみたいな感じっていうのもあるし、あと防風加工とかもされてるので風が通しにくいっていうのもやっぱあったかい秘密だと思います。足首に向かって細くなってるので美脚シルエットになってると思います。私持ってます、個人的にお買い物して、すっごいあったかいです、本当に冬が来ても怖いもの知らずだし、はい、あと好きなのはスリムなんですよ。防寒のパンツって分厚くなっちゃうのがしょうがないかなと思うんですよ、すごく履いててもスリムだから、多分履いてるって分かってもらってないと思います。第2位は1日1枚だから清潔布巾。キッチンペーパーのように手軽に取り出せ、パッと使えるこちらの1日布巾。何度も繰り返し使う布布巾は雑菌の繁殖が心配ですが、これは名前の通り1日使い切りタイプ。1日使って汚れたらそのままポイッとゴミ箱へ。濡らして絞れる、この丈夫さもポイントやで。それでは視聴者の皆様にクイズです。この1日付近には毎日使いたくなる仕掛けがあります。一体どんな仕掛けでしょうか。 A ケースにメモリがついている、 B付近に占いがプリントされている、 C 使い終わったケースがティッシュケースになる。こちらのクイズ、今ご覧の皆様が参加者であります、はい、この答えをメモしておいてですね、そして番組終了後にこのフェリシモ公式サイトの回答フォームからご回答をお願いいたします、はい、で正解者の中から500名の方にこのマスク詰め合わせのプレゼントをございます、ね、出ておりますが、回答期限は明日の21時までよろしくお願いしますさあいよいよ皆さんお待たせをいたしました。そのフェリシモ社員がリアルにおすすめする商品、そのナンバーワンはこちらです。あ、いよいよ。いよいよ第1位。洗濯しながらカビ退治から生まれた洗濯槽クリーナー。昨日の売れてる生活雑貨ランキングでも第1位に選ばれた洗濯しながらカビ退治、ホタテから生まれた洗濯槽クリーナーが社員おすすめでも堂々の1位にランクイン。ホタテ貝殻のアルカリパワーで匂いの原因になる洗濯槽の汚れや黒カビ、ぬめりを除去してくれるね。難しくてよくわからんけど、とりあえず綺麗になるってことやね。社員さんのおすすめなので、うん、本当に説得力があるなと思って、うん、ガチで欲しくなっちゃう。やっぱり社員さんが勧めるものはね、間違いないと思って、うん、今日のクイズにはフェリシモ公式サイトの特設ページから回答してや。3問中1問だけでも正解できたらプレゼントがもらえるチャンスがあるで。さあもう5日間にわたってですね、うん、配信してまいりましたけれども、いかがでしたでしょうか。これ実はね、最終日の今日はもう1問
あるんですよ。なんと、はい、実は正解者の方に、これももう大好評ですけども、500名の方、レジカボリュックをプレゼントいたします。まだ500名ですか。すごい、これ持ってるんですけど、すごい、すごい便利なんですよ。持ってます。それではその問題ですが、まもなく完成のフェリシモ新社屋ですが、フェリシモとゆかりの深いあるものをテーマにしたミュージアムが今年の秋頃にできます。一体何をテーマにしたミュージアムでしょうか。 A 猫、うん、B チョコレート、C ハンカチでございますね。全部縁があるじゃないですか、フェリシモさん。そうなんですよ。それをモチーフにしたミュージアム、はい、ミュージアム、ミュージアム、猫ミュージアム、ミュージアム、ハンカチにチョコありそうですね。ありそうですよ。あ、これからまだまだ我々をこうドキドキワクワクさせてくれる、そんな新しい商品がこのフェリシモから生まれそうでございます。その時また皆さんとお会いしたいと思います。それでは皆さん、また会う日まで、ありがとうございました。